マジあるあると思うっちゃうけど、皆さん Wi-Fi のことについてどう思いますか？いや、もうマジで本当に許せない。俺はね、もうおこ。すっごいおこ。やよーし、ラベです。ラベさんちへようこそ。さて、本日もやっていきましょう。今日はですね、僕ボイシーっていうラジオのアプリをやってるんですよ。まだ聞いたことない方はぜひ聞いていただきたいんですけども、そのボイシーでもちょっとお話しさせていただいたことについてですね、ちょっと話していきたいんですけども、もうね、俺はね、もうおこ、すっごいおこ。マジあるあると思っちゃうけど、皆さん Wi-Fi のことについてどう思いますか？ Wi-Fi、VP、VP ですよ。どう思いますか？いや、もうマジで本当に許せない。あれ何なんすか？外に出て。外に、もう本当にこれもうわかると思うんすけど、最近はですね、僕もやっぱり LINE で電話することがもう大半なんですよ。外でこうやって電話しながら歩いてるとね。そしたらその途中で聞こえなくなるんですよ。相手の声が。あれ？もしもし？あれ？もしもし？あれ？もしもーし？もしもーし？あれ？聞こえてますか？聞こえてるよ。あれ？俺こっち聞こえてない。あれ？おかしいな。こっち電波立って Wi-Fi 繋がっとうけどな。おかしい。Wi-Fi！ これや。Wi-Fi や、これは。でも、容赦なく入ってくるやん。こんにちは！お邪魔しまーすって。そう、お前が入ることによって、こっち、電話できんくなるけん。いや、おかしいやん。それは違くない？あなたがね、僕と、電話喋り寄ったとするやん。そしたら、こう、電話喋り寄るときに、この横からね、その Wi-Fi がね、ピトってくるんよ。もう、あ、こんにちはっつって、ピトってくるんよね。で、俺ガーンって、ガーンって繋がって、それでも、ね、あー、そったいそったい、もしもし、あ、それでねーってこう喋れるんやったらいいけど、もう、繋がった瞬間も、え、なんでや？なんでや？なんで繋がった瞬間、なんかもう、電源オフ、お前も電源オフするのおかしいやろ。で、その、Wi-Fi がこう、グーンって来てから、その、二つになるんやけんさ。いや、それ強くなるやん。なんか、ね、協力してからもっと喋りやすくしろや。なんでお前が来た瞬間、俺も電源オフするん。おかしいやん、それは。昔はね、まだよかったやん。その、ピコンって通知が来よったやん。周辺にこんな Wi-Fi がございますと。ね、どうですか？つなげますか？ってこう、ね、営業マンが来るんですよ。いや、いいですってキャンセルってボタンをポンと押せば。わかりましたーって、またよろしくお願いしますみたいな感じでしたけど、もう最近はもう、なんかもう何も言わずに済ん。いや、おかしいって。もう言いたいだけ、何も言わずに済ん。気がついたら住み着いてる。携帯に。もうしかもこんな。で、気がついたらこう。もうこう。なんで？なんでやお前！なんでお前そこでくつろいどるとやって。おかしいやん。俺が電話しとんないけ。お前途中で遮断すんなよ。思いません？熱量高すぎる、これもしかして。でもなんでこんなに怒ってんのかっていうとね。じゃあそれを回避するためにはどうしたらいいですか？手動で携帯のね、Wi-Fi のボタン、オンオフのところ、家出るときはオフにしてから出らないか。家には Wi-Fi があるやん。それは皆さんご自宅には Wi-Fi あるでしょ？俺んちには Wi-Fi があるじゃん。もう両親頑張ろうぜ、今日もみたいな。Wi-Fi が頑張ってくれとっちゃう。両親俺を使え、俺を使えって言って。で、俺も、ありがとう！俺の家の中のこの空間の Wi-Fi ありがとう！俺はお前を使うよ！おー、任せろ！俺がネット環境を最高にしてやるぜ！って言ってこう、そこでの主従関係が完璧なんですよ。もうここの関係はもう最高潮。もう、おー、任せろ！おー、よろしくなーっつって。で、俺外に出てくるわーっつって外に出たらもうスンってなんかね、全然わけがシュンって来るけ。うわ、めんどくさってなって、その携帯の Wi-Fi のオンオフボタンをオフにするわけです。じゃあ家に帰ってくるじゃん。そしたら、その俺の家の空間の中の Wi-Fi が、おい、両親お帰りお帰り両親今日は俺に任せろよって言ってくれるんやけど、もう俺気づいてないもん。だって、基本その携帯オンオフボタンあんませんけんね。家、その電話しようときに、あ、入ってきたと思って、オフボタンにしてしまって、帰ってきたときに、あ、オンにしなきゃっていう感覚がないんやもん。だから、帰ってきてももう、俺気づいたよ。もう、りょうじー！もう空回り。俺の Wi-Fi が空回り。りょうじー！りょうじー、俺を使うんだって言うけど、もう俺はもう全く、もう気づいてない。普通に携帯使う。普通に。結果何が起きると思います？月末にソフトバンクさんから連絡が来るんですよ。あなたの携帯は低速モードになりました。え？嘘でしょ？え？なんで？確認するやん。俺の携帯の中を診断するんですよ。そしたらもう、俺の電波がもうクソじじ、俺の電波がクソじじになっとんの。俺は気づいてないけんね。俺はもう、その家の中にいる Wi-Fi と共同作業させてもらってると思っとっちゃう。けどもうこっちで、もう、おー、両親早く使ってくれってもう完璧に空回り。結果誰が頑張っとうかって言ったらもう、携帯の中の電波ですよ。普通の電波さんですよ。
電波さんが、おお、俺に任せろ、俺が家の中でも外でも家の中でも俺一人で大丈夫だぜって言うてるけど、結局もうそっち全然だから、もう今の情報社会、いろんな情報がバンバン来ますし、いろんな通信量がかかって、うわーっつって、もうめちゃくちゃ張り切ってたこの通信量さんも、もう月末こう、もうクソジジイ、もうクソジジイになって、もう動けませんっつって、いやおかしい、いやだったら言ってよ、クソジジイになる前に俺に言ってよ、もう俺もうダメですわって言ってくれたら、あ、そこで気づかされて、あ、 Wi-Fi ってなるんやけど、もう気づかんから、もうクソ、もう気がついたらこう、もうそこまで行ったらもう最悪よ、外に出てもほんとクソジジイと一緒に歩くことだよ、もうクソジジイとこうやって歩いて、わらをもすがる思いで Wi-Fi 掴んだらもうクソババ、もう最悪、はー、なんで、いい解決方法知ってる方います？いや、ちょっともしいらっしゃったらぜひ教えてほしいです。以上、宝部陽次でございました。本日も動画を見てくださいまして誠にありがとうございました。そして皆様のお帰りをまたお待ちしています。グッバイ、さよなら、再見、アディオス、バイバーイ。